皆様こんにちは。今回の動画はサンパラソルの植え付けです。それではご覧ください。こちらは数日前に購入したサンパラソルです。カインズで購入しました。サントリーフラワーズの公式サイトによると、出回り時期は4月中旬から6月下旬とのことです。私は白を購入しました。サンパラソルにはつるが長く伸びるタイプとそうではないタイプがあります。支柱を立ててつるを絡めて育てたい方はクライミングタイプ、支柱を立てずに育てたい方はつるが伸びにくいタイプが適しています。ラベルの裏面をよく見てお好みのものを選ばれると良いと思います。ラベルの裏面には役立つ情報がたくさん載っています。鉢のサイズや適した土などメーカーが作ってくれたこのラベルを見るのが確実だと思います。用土、新しい草花用培養土などピートモスを主体とする弱酸性 pH5.5 から 6.0 の水はけの良い土をおすすめしますとあります。ピートモス主体の弱酸性の土といえばこちらのブルーベリーの土が良いかなと思います。パッケージを見ると主な配合原料名にピートモスと書いてあります。 pH も 5.0 プラスマイナス 0.5 となっています。過去の動画で冬越ししたサンパラソルを植え付けた時にこちらの用土の酸度を測ったのですが、 5.5 から 6.0 の範囲に収まっていましたので、こちらをそのまま使おうと思います。ピートモス主体の用土を使う時にはあらかじめ水で湿らせておくと良いです。乾いた状態のピートモスは水を弾いてしまいます。植え付けた後でじょうろで上から水をやって鉢底から水が出てきたとしても中まで全然染み込んでないんですよね。せっかく植え付けた株の根っこが水を吸えないとかわいそうですので、面倒かとは思いますが事前準備としてあらかじめ水で湿らせておくと良いと思います。あまりびちょびちょに湿らすと後で植え付けがしにくくなってしまうので、私はだいたいこの程度、ギュッと握ると固まって少し触るとほぐれるくらいまで水分を含ませます。では土の準備ができましたので植え付けていきます。まずはある程度の高さまで土を入れます。苗を置いてみます。ウォータースペースといって水やりした時にある程度水がたまるような深さになるようにします。見本を作ってみました。ウォータースペースが浅すぎるもの、深すぎるもの、適度なものです。ウォータースペースが浅すぎると水やりした時にすぐに水があふれてしまいます。あふれないように、でも十分な量を水やりするには何度も繰り返し水やりする必要があって、とても時間がかかってしまいます。また水があふれると土が流れてしまって周囲が汚れてしまいます。ウォータースペースにある程度の深さがあれば、一度の水やりである程度の量は水が入ります。それでも2回3回と繰り返す必要がある場合もあるんですが、浅すぎる場合よりは回数が少なくて済みます。かといってウォータースペースは深ければ良いというものでもありません。深すぎると株元の通気性が悪くなって蒸れの原因になります。鉢の直径や材質、植える植物の性質、あとは栽培環境などによっても適した深さは変わってきます。何かで調べれば正解が出てくるというものではなく、経験を重ねて感覚でつかむものかなと思います。まあでもウォータースペースが浅いとか深いとかの理由で植物は枯れたりしませんので、まあ大体で大丈夫だと思います。あれこれ語ってしまいましたが、大抵は3センチくらい取れば良いと思います。鉢にこういった目印があれば、それを目安にするのが良いと思います。ポットから株を出すときは、株元を指で押さえて傾けます。スポッとすんなり出てくるときもあれば、なかなか出てこないこともあります。
出てこないからといって決して引っ張ってはいけません。軽くポットを揉んだりすると出てくると思います。それでも出てこないとき、例えばクリスマスローズなんかでありがちなんですが、そういう場合はポットをハサミで切ってしまうと良いと思います。サンパラソルの場合は大抵簡単に出てくると思います。根っこの状態を確認して必要に応じてほぐしていきます。今回の苗はポットの底で根が回り始めた状態です。根を傷つけないように回り始めた根をほどいていきます。指でそっとほぐしても良いですし、棒のようなものを使っても良いと思います。この後、広い場所に放たれた根がすくすくと伸びていけるようなイメージで伸ばしてあげます。力を入れずにそっとほぐしていきます。ご覧いただいているような状態でしたら、ほぐさずにそのままスポット植えても大丈夫だと思います。私はどんな苗でも少しはほぐしたい性格なので、このようにしています。根をほぐす、ほぐさない問題は経験者でも結構悩むところです。ほぐしすぎて枯れてしまうこともありますし、ほぐさなすぎて全然成長せずに終わってしまうこともあります。ネットや本に書かれている通りにやってみて、うまくいくときもあればいかないときもあります。あまりにも根がぐるぐるになっているときは、しばらく水につけて土を落としてからほぐしたりもします。こればっかりは経験をしながら感覚で身につけていくものかなと思います。肩の土というのですが、上の部分の土を軽く落とします。苔が生えていたり水はけが悪くなったりしていることがあるので、少し削るようにしてリフレッシュさせます。根を崩したり肩の土を落としたので、最初に入れた土の量だと低すぎてしまいました。土を追加します。そしてこのようにして土を足していきます。もともと植えてあった株元が土に埋まらないようにします。この後鉢をトントンしてしまうと、せっかく高さを合わせた株が浮いてしまったりするので、あまりおすすめしません。土を入れたら鉢の周囲を指で押さえるというか、指を縦にして隙間を埋めるようにします。土がへこんだら追加します。殺虫剤をまきます。あらかじめ土に混ぜておいても良いんですが、上にばらまいて目で確認できるようにしておく方が私は好きです。殺虫剤としてよく使われているオルトランはサンパラソルとは相性が悪いそうですので、私はこちらのベニカ X ガード流剤を使っています。まきやすくするために市販のボトルに詰め替えて使っていますが、元々のパッケージ以外の容器で保管しますと成分が変化してしまったりする可能性がありますので、自己責任で行っています。水やりします。あらかじめ土を湿らせてあるのですんなりと染み込みます。活力剤を混ぜた水で水やりするのもいいかなと思います。つるが長く伸びるタイプは支柱を立てます。今回植えたクリアホワイトはつるが伸びにくいタイプなので、しばらくは支柱なしで管理しようと思います。水やりしてみて土がへこんでしまっているようでしたら追加します。これで植え付けは完了です。この後の管理ですが、植え付け直後は直射日光が当たらない場所で養生させます。その後、徐々に日当たりの良い場所に移動させます。株が落ち着いてきたら追肥をします。サントリーフラワーズの公式サイトによると、植え付けから約1ヶ月後に置き肥をするとなっています。また、液肥をやると開花のパフォーマンスが高まりますとのことです。このパフォーマンスが高まるっていう言葉の意味が、早く咲くっていうことなのか、たくさん咲くっていうことなのか、私にはちょっとよくわからないんですが、とりあえず植え付けから 2,3 週間したら規定倍率の液肥を与えると良いそうです。
私の場合は育てている環境が日当たり風通しともにそれほど良くないですので、一般論よりも生育が遅くなるのかなって思っています。ですので植え付けから1ヶ月後のような日数ではなくて、新芽が伸びてきたことを確認できたら追肥しています。新芽が伸びるっていうことは根っこが生きて動いている証かなと思うので、そのようにしています。ちょうどこちらに約1ヶ月前に植え付けた冬越ししたサンパラソルがありますので、追肥していきます。使うのはこちらの IB 肥料と一般的な液体肥料です。規定量よりも少し少なめの量をお起肥していきます。液体肥料の規定倍率は草花の場合500倍となっていますが、お起肥との併用なので私は薄めにして与えています。この後も定期的にお起肥と液肥を与えていきます。この後は花がら摘み、夏越し、人によっては冬越しなどをしていきますが、動画が長くなってしまうので今日はここまでにしておきます。今後もサンパラソルに関する作業や注意点などを随時動画にしていきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。また別の動画でお会いできたら嬉しいです。ではまた。